こんにちは、TBS ライフです。今日3月27日日曜日、曇りですね。なんかこのくらいちょっとこう気温上がってくるといい感じですね。今日はコフター、ちょっと切れ目アイテム入荷しています。なんて言うんでしょう、素材も良くて割とお家洗いできるアイテムが多いので、ちょっとこうお仕事仕様だったりとか、少しまあよそ行き用オッケーションだったりにも使いいただけるんじゃないかなと思います。一番最初ご紹介しますのがこれですね。リラックスダブルエアーという、ほんともちもちのシーズンレス素材のシリーズです。ちょっとコフタらしい、このちょっと折り返したようなふっくらしたお袖がすごく印象的です。で、脱ぎ着はかぶりで後ろボタンで留める仕様になります。袖丈的にはちょっとこう七分袖ぐらいなので、長袖入れていただくとすぐに着られると思います。素材がポリエステル 75%、 コットン 25% です。お値段1万6000円に消費税です。お色白のみでラスト1点です。あとはパンツです。パンツの方がこちらイヤーラウンドというシリーズになります。シーズンレスで履けますよという提案のパンツになっています。ちょっとこのパンツ面白いのが、ここにちょっとディティールつまんであったりとか、ちょっと分かりますかね、この内側とかちょっとこう立体的に出してあるような切り替えがあるので、すっきりはしてるんですけど、立体的ですごく履きやすい形ですね。生地もお家で洗っていただける素材になります。こちらの素材の同じ形のパンツが、同じくネイビーが1点ございます。ネイビーは割と本当濃紺で黒に近い感じなので、シーズンレスに万能だと思います。あともう一つイヤーラウンドのパンツありまして、もうちょっときれいめに履くようなスラックスの形になります。さっきの水色なんですけど、なんかちょっとこうくすんだ色味なので、すごく色合わせもしやすいです。ちょっとモノトーンだったりとか、ちょっと何でしょう、キャメルとか、割とあと茶系もいいですね。なんか意外に皆さん持ってない色かと思いますが、合わせの幅すごく広いです。もう一つがこちらのスラックス。スラックスは後ろがゴムで前がジップのデザインです。もしちょっと明るくなりすぎちゃいました、ちょっとテーパードのかかってるシルエットなので、すっきり履けていいです。で、こちらもやはり同じく洗えます。やっぱ洗えるっていいですよねなんかさりげなくストレッチも効いて、こちらの方が素材がポリエステル 63%、 レイヨン 33%、 ポリウレタン 4% になります。こっちのパンツが22,000円、今着用しているスラックスが21,000円になります。ちょっと明るすぎましたね。はい、以上になります。で、続きましてがちょっとセットアップでも使えるように同素材で上下入れているシリーズです。ハイツイストコットンというシリーズですね。ちょっとこうドライなさらりとした着心地で気持ちがいいんです。前後差のあるデザインで、後ろは完全にお尻隠れますね。で、ちょっと自分で少しすぼめてもいい、ね、ちょっとこういう感じでするもよし、あとウエストも絞れます。ウエストもなんかちょこっと絞ると少しディテールに変化がついて
いいかなと思います。なんか真っ白じゃなくてほんのりきなりっぽい感じの白になります。こちらがコットン 100% でお値段 22,000円に消費税です。お色味がこちらの白とブルーの2色になります。あとは同素材のキュロットパンツございます。キュロットの方が結構こう袴っぽい感じ、割とこうプリーツが入っていてかっこいいシルエットになります。で白とブルーあるんですけど、白の方は、裏でついてるので透け感も気にならないかと思います。白のセット、ちょっと暗いです。ちょっとなんか明るさが微妙に見えるか。はい、白です。なんか白の上下って緊張するけどむちゃくちゃかっこいいですね。こんな感じ。タックがなんか面白いんですよね。なんかプリーツの中にプリーツ入ってるみたいな、わかります。面白いタックです。こんな、で後ろウエストゴムなんです。なので結構楽々でして、割と幅広ゴムなのであんまり締め付けも苦しくなくて楽ちんかなと思います、うん、ちょっと気分的に白上下挑戦したいような気もする季節ですね。パンツの方がこちらブルーブルーの方がちょっと藍色っぽい感じの、ネイビーよりもちょっと明るい感じになります。こちらの方が、お値段が 26,000円に消費税になります。こちらの方も洗える洗濯表示ですね、はい、お手入れも比較的楽にできるシリーズです。あとは毎回結構色違いをリピートしてくださってる方の多いハイツイストコットン、ゴム袖のニットが入荷しています。ちょっと黒を着てみようと思います。なんか肘がちょうど出るぐらいですね。でなんか見た目見るとちっちゃいかなってちょっとドキドキするんですけど、割と、うん、つまめるぐらいゆとりはある。なんかすっきりしてる割に体のラインを拾わないのと、あと首が結構詰まってるデザインで、なんかこれ、まあ、1枚でもちろん着てもいいですし、なんかこうジャケットのインナーとしてお使いいただいてもいいかなと思って、私もちょっと黒を買おうかなと思っています。であとはもう1色ベージュ、ちょっとストールバンダナ巻き、ちょっとこうミルクティーみたいなグレーシュなベージュです。なんかベージュも上品でいいんですよね。個人的にはちょっと薄いコーディネートでなんか白にベージュを合わせたい気分ではあります。で、まあ、ちょっとこういうヴィンテージのデッドストックのバンダナ入ってきたりしたので、ちょっとこういう感じでなんか色足してあげるとよりベージュが魅力的かなと思います。素材がコットン 53% アセテート 47%、お値段が 13,000円に消費税になります。あとは、一番最後、ちょっと羽織にもできるブラウスですね。こ
の小袖のニットのベージュと似たようなグレッシュなベージュです。うん、小袖の感じ、ちょっとこう斜めに切り替えられているようなデザインで、でちょっと切り替えがこの下目から入ってきます。でボタンがスナップボタンなのでパチンと止められます。あ、部長来ました。部長どうしたの。紐が、紐これもうついちゃってるんですけど、前で結んでもらっても、前で結ぶとちょっと可愛い感じ。あとあの前開きで着て後ろでちょっと結んですっきりさせるのもいいのかなと思います。サイドがこういう感じ、スリット入ってますね。あの割とコットン 100% と思えない、ちょっとこうナイロンっぽい、ちょっとこうつるさらっとしたドライな着心地なんですけど、割とシーズンレスに着られますよね。中をちょっとこう薄手のニットにしてもいいですし、こういう感じで後ろで結んでもいいかと思います。お色の方がこのベージュと、あとスモーキーサックス、こちらです。なんかこういう感じでちょっとフレンチスリーブの T シャツとかに軽く羽織る感じでもいいと思う。あと袖口もスナップボタンなんです。こういう感じで、わかりますかね。なので袖口ちょっとすぼまっていくので、なんか開けて折り返してあげたりしてもいいかなと思います。こんな感じで、こうしたちょっとこう綺麗めな大人カジュアルが楽しめるようなラインナップになっています。ふにちゃん、ちょっと昨日ウニ元気なかったんですけど、今日元気そうです。また皆さんお店の方にも遊びにいらしてください。気になるものございましたら LINE などでお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。